アニメツーリズム協会は2016年9月16日に設立された一般社団法人。所在地は東京都千代田区5番町 3-1 番町グランドビル7階。会長はガンダムの生みの親とも言われる富野義行。アニメ聖地を88カ所選定することでオフィシャル化し、アニメ聖地をつなぐ広域周遊観光ルートを官民連携のオールジャパン体制で造成することと、アニメ聖地を海外、国内のクールジャパンコンテンツファンへ様々な手段で発信し、観光客とアニメ聖地をつなぎ、インバウンド等、新たな送客を促進させること。アニメ聖地88は、国内外のアニメファンを対象とした投票結果をもとに、権利者、地方自治体等との協議を協会事務局が行い、その結果をもとに、理事会で、総合的に判断し決定している。アニメ聖地88候補は作品の舞台、モデルとしてファンに一定の認知を得ていることを前提とし、漫画ミュージアム等の施設やイベントも対象としている。日本のアニメ聖地88の場合、2018年6月1日から8月末までの3ヶ月間、全世界の日本のアニメファンを対象に行った。アニメ聖地ウェブ投票の結果をベースに、コンテンツホルダー、対象となる地域の自治体等と、アニメツーリズム協会が協議を重ね、2018年10月に選定、発表した。アニメツーリズム視聴サミットとは、アニメ作品を活用した旅行者の誘客に、積極的に取り組んでいる、先進的地域の視聴と、作品の作り手側であるアニメの制作会社の代表が登壇し、アニメツーリズムの現況と課題、今後の展望、アニメの作り手側と舞台になった地域の連携など、交流人口の拡大に向けて、アニメツーリズムの可能性を検証する目的で、アニメツーリズム協会主催で開催しているイベントである。2019年12月1日、アニメ聖地88にも認定され、北九州ポップカルチャーフェスティバルやアジア漫画サミット、海外漫画フェスタ等、漫画やアニメのイベントを積極的に実施している北九州市で初開催された。アニメ聖地を訪れる際の拠点としてアニメの舞台やモデルとなった後継の地域、アニメゆかりの施設等に札所を設置している。ありがとうございます。